レパード6リッター2007年アミフェアにて、レパード6リッターロードスターは、ポーランドのミエレツに本拠を置く、レパードオートモービルが製作した、クラシックスタイル高級スポーツカー。設計は、社長で、スポーツカーのゲパードの設計も行ったズビスワフシュバイ。ゼネラルモーターズ製、シボレコルベット用、V8 エンジンを除きミエレツのレパードオートモービルで、ハンドメイドにより生産されている。 同社の新工場においても、最大でも毎年20台しか生産されないことになっているが、これは製作段階における高い精密性を確保するためである。設計は1995年に開始された。第1号車は2003年11月に製作され、2005年4月にモンディアルドロ・オトモビルで発表された。2005年後半に市販第1号車が生産された。 ヨーロッパでの価格は12万5000ユーロで、それまで市販されたポーランド製乗用車のうちで最も高価なものとなった。現在までの生産台数は25台程度とされている。新工場の設立で生産能力は高まったが、ブランド維持のため200台を超えて生産されることはない、見込み。レパードオートモービルはより高性能の新型車である。 レッパードクーペの生産を準備中である。ありがとうございます。